本気出さないな。いける。ほー。オッケー。のら。雷が効いてもうた。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきと申します。二王通完全初見実況攻略、本日もやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。二王通をね、初見で攻略しております。本編と DLC1 のメインストーリーは終わりました。でね、DLC2 のね、平安京東魔殿っていうのをね、今やってるんですが、一番最初のね、ボスに、前回詰まってしまって、その続きからになっております。じゃあまずはね、ステータスの確認からどうぞよろしくお願いします。初見なんでね、グダグダすると思いますけど、まあマイペースにね、やってますので、ぜひその辺は踏まえてご覧ください。このようになってますね。で、戦魂と呼ばれるトンファーと、ナギトウカマと呼ばれるナギナタカマを使ってきたんで、ユーと呪いという数値を上げてきちゃったんですが、今回からね、主攻って前回呼んだんですけど、テコーなんだね。テコーって読むみたいで、で、テコーをね、使っていきたいんですけど、武というね、数値がテコーの数値みたいで16しかないんで、まあ、ステータスをね、振り直すアイテムっていうのもね、一応教えてもらって、あるのは分かってるんですが、ちょっとこれでね、今日も挑戦していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃ、まずはね、1戦目。1戦目っていうかね、今回の1戦目ですね。ボスいきます。早速ですけど。で、主人公はね、ルカティエル、ルカちゃんとお呼びください。ダークソウル2から来てます。さあ行きましょう。カシャネーが来る。OK。ちょっとずつ削っていく記録を。でも記録はね、こいつ削れないんですよね、絶対。これチャンスなんでね。OK。いい感じ。結構削れてるな。記録は削れるけど、すぐ記録に戻っちゃうから、まああんまり。OK。てかダメージが低いな、マジで。これがね、やばいですよね。OK。危ない。危な、怖っ。もう居合がマジ怖いですよね、本当に。そのね、居合がね、マジで怖い。投げ技みたいなのが来るんで、それ食らったらもう終わりですよ、これで、ね。ちょっとずつしか削れねえ、本当に。てかさ、強くないこの人、本当に。OK。危ねえ、ブザマだな。食らうとあれを言うんですよね、ブザマだなって。これ今、ソファヤ剣モードだから、もう普通の攻撃を仕掛けてくる。OK。今回はちょっとじっくり行かせてもらうよ。危ない今の。マジ危なかった。チャンス。あ、マジで。マジか。うわ、ちょっと待って。マジか。引っかかっちゃった。引っかかっちゃダメですね。ダメですね。冷静にいかないと。これは避けれるんですけどね。避けれるけど食らっちゃう。居合来るよ。さあ、居合来ます。これ居合怖い、居合怖い。本当に。危ない。うお、カウンターか今の。やべえ。てかさ、凄まじいんだよね、攻撃力が。 OK、スタミナがない。じゃあまだこんだけしか削れない。おいって。あ、この状態が強いですよね、なんかね、多分ね。危ねえ、今の危なかった、マジで。怖っ。ソファヤになったのかな。ソファヤになったんだね。 OK。ガードされちゃうな、本当に。一回でもいいから記録削りたいんだが、削りきれない。危ない危ない、怖い怖い怖い。しっかりね、距離を取って、なるべく。いてて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 、来るぞ。危ない。尻もつくとやべえから、こいつ。回復しよう。届かないでしょ。届かないのは知っている。 OK、 チャンス。あ、記録削りきれそうだな、なんとかな。危ない危ない。でもスタミナが持たないか。チャンスかな。危ない。後ろ下がって。危ない危ない、本当危ない。危ない危ない。 OK。 危ねえ、ちょっと待って。怖い。危ない危ない。あれすげえ威力だから、マジで半端ねえから。マジで来るな。投げ技は距離取っとけばなんとかなる。うわ、やべ、いったな、これ。うわ、いったか。ちょっと今の戦い方で先行でいくわ。先行なら多分もう勝てると思う。多分。OK。はいはい。
おお、スタミナライフ。さあ、やっぱ先行だと傷切れる。危ない危ない、回復居合できますね。やっぱ先行だと削り切れますね、余裕でね。なんとかなる。チャンスはね、いっぱいあるから。オッケー、削り切れるね。危ねー、怖怖い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 、来ないで来ないで、本当に。うわ、減りすぎでしょ。危ない、危ねー、怖っ。チャンス、これは削れるな。オッケー、はいはいはい、オッケー、もう一発。危ない、やんとけやんとけ、危ない、あれ引っかかるからやめよう。スーパーハーマーになってなんか反撃みたいの来て一回で引っかかって、で削り切られると、そのパターン多いですね。ここチャンスだ。危ない危ない、あ、でも動きちょっと俺慣れてきちゃったかもな、こいつの。ちょっとな、さすがにすげえやってるんですよねこいつ、前回からやってるし。はいはい、当たんないです。スタミナちょっと回復しますね。無理にね引っ掛けに行くとこっちが引っ掛けられるんで、距離取ってしっかり戦えばまあなんとかなる相手なんじゃないかなと思ってきた。これ居合だよね、居合モードほど多分。おー、かっこいい、中二感すごいですね。 OK、 危ない危ない、スタミナないからやめとこう。スタミナないときは無理に行かない、まだね半分以上あるから、しっかり削っていく。これで削っていけばまあなんとかなるかなと思ってきちゃったな。はいはいはい、危ない、チャンス、危ない、来るよ、危ねえ、危なかったな今ルカちゃんが、今危なかったな。さあ来たな、本気で行くぞ。あ、この本気モードがちょっと強そうか。あ、そうだ、これ強かったな。これよくはまだ、飛びすぎじゃないそれ、飛びすぎじゃないそれ、いやちょっと待ってちょっと待って、嘘嘘嘘嘘、そんな飛ぶ、そんな飛んできちゃう。よし行くぞ、ナギトーカまで行ったら勝てる気がしてきたぞ。 OK、 こうやって堅実に攻めていく。はい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 、これ引っ掛けられるかな、上段構えに変えて。前回それでねちょこっと引っかかったイメージがあるから。あれ、スーパーアーマー、スーパーアーマー、スーパーアーマーがすぎる、いてスーパーアーマーがすぎるんだよな、ほんとだ、マジで。ちょっと遠いね、深く入れなきゃダメだよ、ね、今のはね。深く入れないと、多分あれなんだよ、逃げられちゃう。連続が入る前に逃げられちゃう。てか全然減らねえんだけど、入る。はい、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 OK、 ごめんよ。はい、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 危ない、はい、出て出て、ほっ、はい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 、後ろ下がる。ソファ屋にはならないか、そのままそのままですね。スタミナ削りはまあまあ上出来だから。危ない危ない危ない、はい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 、ガッツ入っちゃうな。うわっ、危ねえ、ほんと危ねえ。いやいやいや、ちょっと待って、危ない危ない、ほんと危ない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 、ほんと危ない、回復、危ない危ない、よいしょ、はい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 、引っ掛けていく。まあまあ減りはいいですね、やっぱね、泣きとうかまの方がね。焦っかく急に、ここでチャンスですよね、一回攻撃が当てていくチャンス。お、焦っかく、急に焦っかく、居合が来るかな、居合ですね。本気を出してからがね、まだね、本気を出してから削り切らないといけないから、それがね相当。はい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 、危ないよ、 OK、 はい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 、いいね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 、読んでるよ動き、まあまあ読んでる。お、ちょっと危ない、今の当たんないのか、これやばい、伸びある。そう、あれ伸びあるんだよね、あっちは伸びがある。ちょ、スタミナ回復がやべえな、マジで全然回復しない。はい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 、ガードされてる、伸びくるよ、伸びてくるが、これは届かない。はい、 OK、 調子に乗るなよ。あ、いて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 、あ、ちゃんちゃん、あー、スタミナがない、スタミナがない。てか、スタミナ減り遅すぎじゃね、マジで。この中にいると本当遅いですよね。ずるいよね。それさ、スタミナ回復がさ、いいからさ、こっちはさ、自動とかさ、そういうの一切使わずにやってるのにさ。チャンス。はい、引っかかったね。引っかかっちゃったね、お姉ちゃんね。
そろそろ居合モード来るぜ。おっと、ほら来たよね。こっからが居合でも、しかもバン取れちゃったよ。いいの、はい、はい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 、 OK。 危ない、危ない、怖い怖い怖い、はい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 、はい、スタミナがない、スタミナがない。半分はいった。ここまではいける。前回と同じで伸びがあるが、これは横ロードしてるとポイント入らない。 OK、 さあ来い。モーモーだな、モーモー来るチャンス。はい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 、危ないよ、これ伸びある。危ない危ない、ほいほいほい、危ない、危ねえ、今危なかった、マジで。今渾身の居合、いやちょっと早くね、嘘、まだ半分いってないじゃん体力。いやいや、これよくわかんない、これこれさ、てかさ、ビーム出すぎなんだよね、マジで。ちょ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 、威力すごいし。回復回復回復、危ない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 、ほんと危ない、ほんと危ない。もう反撃できる気がしない、反撃できる気がしない。ちょっと なんかさ、それなりにさ、なんかあるじゃん、なんかこれモーションだな。おお、やべ、嘘嘘嘘、回復回復、追いつかれた。ローマ頭の力、さあ行くぞ、こっからだな。この状態が強い、ちょっと早いな、なんかだんだん早くなってきたんだけど、これに変身。いや、ちょっと待って、待って、反撃、あ、これ、ま、あ、ヌーブだ、これヌーブだ、ヌーブだ、ちょっと待って、やべ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 、ヌーブだ、ヌーブ、これはまずいね。とろったら、いや早くない、ほらだんだん体力が早く、体力の、あ、これか、あ、これ違うやつか。よく分かってて、ね、これ違う、変身してないわ、変身してない、これは変身してないです。もうなんかよく分かんなくなってきちゃった、やりすぎて。こいつと。さあ行くぞ、結構いい感じだぞ。でも割とね、もうね、あの攻撃がね、もうほんと見切ってきましたね、マジで。てか見切ってるとか走って逃げてるわけ。やめてよ、ほんとそのバサバサやってる。来たんだろう、いい感じ、成功に戻しました。来た、いろんな武器を駆使してくるっていう、いろんな武器3種類しか使えないけど、よし、鉄鋼も使えてるかどうか分かんないレベルです。スタミナいけるな、これ、これいけるぞ、マジか、うわ、やっとブザバだな、言いましたね。ブザバだなはね、なんかね、尻餅つくって言うんですよね。来たな、この、いや本気じゃなくていいって、そんな。もう一回来るか、あ、来ないか、あれ、なんか誠意の後もう一回来る、誠意、よくわかんないな、うん、動きがよくわかんない。多分でも普通の剣出してるときと同じ動きなんだけど、このエフェクトのせいですごい感じに見える。いてててて、てやばいやばい、これ回復しないで死ぬ、マジ、いやもうちょっと、今日は本気出さないな、いける、ほーオッケー、のら、雷が効いてま、効いてもうた、雷効くな、こいつ、こいつ雷効くぞ、雷エンチャーがすごい有効だわ、やばい、お、これは美味しい、美味しいことしたね、危ねえ、危ねえ、そろそろ本気じゃない、よし、あれ本気出さないで、え、おお、鬼がなぜその刀、すいません、私も同じ、ど、あの、ど、同族っていうか、あの、おお、すごいな、おおおお、ちょっと見て、マジ、マジすぎでしょ、誰これ、すごいな、怪しい集め、ガチすぎだろお前ら、次は必ず玉城をもらう、行くぞ金時、金時くん、金時くんだ、こんにちは金時くん、あー倒した、やった、いやーしんどかった、雷がまさかね、あんなに綺麗に効くとは思わなかったな。ふう、コーマが、トーマ頭の鎧強いのかな、トーマ頭、え、ないじゃん、え、頭、
何拾ったんだあ、これか。トーマ頭の鎧。強いのかな、あの人の鎧ってことだよね。あ、二刀流の時。え、なんで二刀流？攻撃力と防御力増加。二刀、二つ揃え。二つ揃えると二刀流の時に。え、なんで二刀流？あの人二刀流じゃなかったじゃん。どういうこと？まあいいや、とりあえず達成したし。よかったよかった、達成。なんとかなったな。やっぱ戦魂のね、気力削りは強いという正義ということですね。間違いなくね。いや、なんとかなった。いや、何回やったんだ、俺、あのお姉さん。マジ強かったな、本当に。しかも、気も強ければ戦闘力も強いって、とんでもないお姉さんだ。ね、ああいう女性がね、ね、奥さんになるとね、すごい心強いんでしょうけど、何かヘマをしたときね、とんでもない目に遭いますんでね、皆さん気をつけてください。輝くソファヤ丸に背に浮かぶ鳳凰、遠間頭を名乗ったともなれば、あの者、あやかしの打ち手と名高き源の来航か。目指す相手に会えたはよいが、太陽光にとってお主も打つべき鬼よ。玉城にされぬようくれぐれも気をつけるがよい、ということらしいですね。太陽城、太陽なんて言った俺よ絶対突っ壊れるからね、これ絶対突っ壊れるから。ちょっとね、装備を確認してきます。なんでちょっとだけね、カットします。はい、見た来たんですけどね、対してね、それと言っていいものはなかったんで、とりあえずこれいきましょう。妖槽の大門、これですね。お主と互角にやれたことは侮れぬの、しかしあっさりと立ち去るとは。ちょっと待って、何かよからぬことでも起こったか。二人を追わねば、その事情も確かめようがあるまい。何、追うために手がかりは残されておる。先に進むとしようぞ。めちゃくちゃ噛んだな。刺しにって言っちゃうから、どうしても先にって言い直したくて、刺しにでも刺しにが出まくっちゃったっていう髪型ですね、うん、まああるっしょ、ありますよね、そういう髪型ひどいっすね。で、相変わらず僕は噛むけど、この世界には残虐国に教育の地、さあ行きます。この時世での刀の持ち主は、かの源の雷光であったか。雷光でた、頼り光じゃなかった。まずは。冬はあやかしの証。雷光も早がてしたのじゃろう。出会えたのはよいが、話す暇さえなかったの。雷光さん、お、なんとかなんとかして真意を伝える術はないものかの。ここはひとまず雷光を追ってみぬか。確か羅生門と言うておったかの。羅生門だ、行きます。さ、僕はこの侍のお化けに拳を叩き込んでいきます。凄まじい拳の慣れが、もはやちょっと使いこなせてるんだ。なんだこれ、ずっと言ってしつけえだ。なるほどね。こいつはね、ちょっとね、あまり好きじゃないんですよね。払って、なんだこいつ、硬えな。でも鉄鋼のね、攻撃力から、ね、多分ね、ひどいんですよ多分ね。おいお前落ちるだろ、そこは。こっち来いよ、ほんとに。こっちか、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 こっちか。
こっちか、こっちか、こっち来いって。カウンター技みたいなやりたいな。ちょっと待って、やってみるよ。パリーみたいな。難しくない？もう一回やるわ、挑戦。どうやってやんの？皆さん、わかる方、コメントに書いてください。パリーは割と得意な方なんですけど、これ、何これ、どうやってやんのこれ。いや、全然、なんか、こう、ピュッてやるんだけど、ピュッの瞬間がわかんないね。どのタイミングでピュッてやんのこれ。こっちから行くわ。右飽きたわ、左から行くわ。右の道開きました。うーわ、めんどくさいな、もう。これめんどくさいんだよね、これね。これね、尻尾打つから。覚えておいてくださいね、皆さんね。尻尾に、魂が。そうでもなかったですね。はいはい、マジか。おら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 、ミスター、ミスター。いやー、そうなんだよね。今ね、ブック食らってるから。いてて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 、ブック食らってるから。危ない。ちょちょちょ、ブックやめて。ほんとこれ、OK、ドブネズミが、はい、消して。こっちの道には何があるか。よもやよもや穴があったら入りたい。こっちかな。今のあれですね、鬼滅の刃無限列車編の、あれですね、煉獄さんが寝起き、煉獄さん寝起きのセリフですね。来たね、来たね、君ね。なんかさっきもあったけど、おい、おい、おい、あれ、ただ見えない、見えない、危ないな。はい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 、オッケー。ほんで、なんかいたっけ。あいつ倒したのか。もうちょっとカウンターやるのよね。ごめん、ちょっと。いや、お前ちゃん落ちてる、だから落ちるって言ったから、お前。ほんとそこいたら、いやいや、絶対ね、こう下からね、弓をこいつはね、ぺかばいてくるんですよ、こいつは。ほんとにこういう癖がある。お前はそういう節があるからな。ほら、えで、あ、どっちみち下に降りなきゃいけない。パティーン下に降りなきゃいけないパティンっぽいですね。降りて、あれ、今ケロヨンの年になった。気のせいか、え、気のせいか。ケロヨン空耳が聞こえましたね。よくね、ケロヨンのね、空耳みたいな音が聞こえるんですけど、まあ、あと別のゲームの話になっちゃうんですけど、フォートナイトのね、宝箱とかの音とか、あのね、音がね、なんかね、リアルでもなんか聞こえ出すようになっちゃって。で、特にケロヨンのポピッ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 っていう音と、あとフォートナイト宝箱の音ですね。マジ聞こえる。ん？なんだここ。あ、びっくりした。はい。はい。OK。ちょっと使いこなせなくなってきたから、通常技みたいなのの組み合わせをね。うん、一応技をね、この教えてもらったスーンっていうのと、あとこれが使いやすいって言ったんだけどね、このね、パッカね。ウパがちょっとあんまうまくいかないっていう。ウパのタイミングだけ、もしよかったら書いてください。はい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 、全部取っていく。サルトビの、サルトビの鎖鎌、サルトビって書いてない、サルって書いてあっただけだった。こっちはなんだ。おお、いたいた、なんだあれ。空耳で聞こえるって言った割には全然聞こえなかったな、こいつのと。全然聞こえなかった。いたんか。あ、これでさっきのネズミの向こう側に行く感じが。あ、開くのか。開く、開いちゃう、うん、不気味すぎる。こっち行こう。室内戦ほど怖いものない。ここにネズミいたよな、さっきな。あれ、開いてる。攻めえな。めんどくさいから裏使ってく。バトル。いや、マジか、お前。この人、
待て待て、スタミナがないよ。おっそ、ナイスショー。はい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 、よしよし、コーヒー、オッケー。やっぱ遅くすると遅くすると弱いな、こいつら。大したことないですね。じゃあ、ナルト橋で行くルカちゃん。ナルト橋で行くよ、ルカちゃん。すごい速度だよ、ルカちゃん。お手手の形が可愛いね、ルカちゃん。こういう適当なね、いつも思うんですけど、他の実況者さんってこういう適当なこと言わないんですよ、僕みたいな。絶対。もっと丁寧に丁寧にこうね。はい、今日はね、こういうのをこうやっていきます。今のはね、なかなか強かったんですけど、まあ、僕の、習得したね、スキル、あれでね、なんとかなったんで、やはり、そういうスキルから先に取っておくことを、おすすめしたい、と、わけであります。ちょっと待って、ちょっと待って、ダメだ、向いてないんですよね、多分ね。本当に申し訳ないんですけど。別にふざけようと思ってふざけてるわけじゃないですからね。むしろ、なんだ、むしろ一言で言わさせてください。ふざけようと思ってませんし、これをこういうふうに言ったら面白いだろう、笑うとこだぜと思って言ってもらえる。続けていくガキ、ガキをぶち潰していく。思ってないですね。どちらかというと、もしかしたら驚かれるかもしれませんけど、何も考えないで喋ってます。うわっ、これ最悪なんだけど。バカバカ、誰かお前は。こっち来い、一体ずつやってる。来い来い来い、こっち来い。すー、おい、うおい、だから踏みつけていくスタンピング。これはなんか周りにちょこちょこいそうな気配しかしないの。でもあいつがターゲッティングでしょ。あれなんだ、こいつ変えるみたいな。うわ、なんかちょっと待って、なんかめっちゃ強そうだったんですよ。なんかね、あれやばいやつじゃないか、多分俺の予想やばい。あれやばいと思う、えいちゃん。こいつで多分やばい、俺の予想は。おおおおおお、消えた、中に入ったか。あれやばいでしょ、絶対ヤバさしかないんだから、あれ本当に。うわ、なんだ、マジで分かんない。おお、うわ、よしよし、雷入ればなんとかなるか。いや、戻るのかい。どうしてもやりたくないんだね、あいつはね。あいつとしてはここでやりたくないんでしょう、多分。なんかそうも言ってらんねえんだよな、こっちとしてはな。仕方ない、なんだ、水強かったの、なんだろうこいつ、怖いけど。何、女の人だったってこと。なるほど、鬼女か。これは噂に類まれなる鬼女というやつですね。恐ろしい。一度絡まれたらが最後、男が骨の髄まで。なんだおめえは、このくそったれ。ガキを踏みつけにしていく。次、いいですね。はいはい、結構取りましたね。今回結構装備揃ってったよ。お姉さんの鎧が着たいね、正直ね。なんだろう、あれは。見る限りイタチですけどね。でもおそらくイタチじゃないんでしょうね。どう見てもね。あれ、あれ合ってんのかな。あれ、社で休憩できるとこはなかったか。ショートカットがこういうとこって大概開通したり。あったやはりな。
昔僕が飼ってたチロっていう犬にそっくりですけどね、色の感じはね。チロの生まれ変わりか。チロちゃん、なんかタゲったぞ。あ、なんかいるな、あそこの。あいつか。すごいね、1万2000円じゃん。うわ、チロちゃん、チロちゃん、チロちゃん、恐れ。チロちゃん、チロだな、あれ。やっぱり戦闘力はチロですね。そんなに強くない。可愛いけど。おお、なんか近づくとでかいな。そ、遠くにいるとそんなにでかく見えないけど。あ、なんかでかくね。さっきのでかいか。なんかでかいっぽい。あれ、なんかでかくないか。すいません、なんかで大きくない。さっきのより、ちょっとオスメスあるみたいな。え、なにこれ、オス。さっきのメス。なんかでかいぞ。気のせいかな。なんかサイジングがちょっと微妙にでかかったような気が。右側にすげえもう見たくないやついたから、いいや、右行くな、ね、よ。え、なにこれ、上行くの。ちょっと待って、どうなってんのこれ。コーヒーか。あちちち、こっちはん、なんだここ。あ、なんかいるな。なんか忍びみたいな。おお、忍びか、やっぱり。はいはい、キック、ドラララドラララドラ、オッケー。なんだお前、なんだお前、なんでしょう。何をしてんだこいつ。忍びとは思えないぐらいどんくさい動きだな、お前は。きっと劣等生だったんだろう。お、タマコルちゃん。すねこすいですね。あ、でもそろそろ時間ですね。行こう。よしよし、行くぞ。この上から。じゃあ、この上行ったら終わりにしましょうか、一回ね。もう終わりですね。怖いや。あ、これ無品だな。これ無品っすね。無品の宝箱は3本だけど、でも出てくるために開けるしかないんだよ、多分ね。はい、無品です。かしこまりました。かしこまりました。どうだい？仲良し。バイバイ。Thank you、ムジナちゃん。全然いらないのかだけど、まあまあいいでしょう。ああ、これ、これ、ヌッペホフだな。完全に。ヌッペホフラインですね。ここ消してこっち行くとヌッペホフいるみたいな感じじゃないの。いる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 。気持ち悪いな、あいつ。おい、勝負だよ、ほら。飛ぶ、飛ぶ。OK、ヌッペホフだけ倒そう、今日は。ドリジョーン、失敗したー。いて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 。硬えな、ほんとに。危ねえな、おねろ。ほら、海ニュード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 。そら、あのお姉さんに食べたらもう大したことない。おら、こぶしていく、この野郎。ぐちょぐちょ野郎め。しかも下段だってたし、OK。よし、じゃあね、ここでね、ショートカットが開通しましたので、今日はここで終わりにしましょう。それじゃあね、仁王2平安京東魔殿でした。次回もね、マイペースにやっていきます。ぜひマイペースに、なのでコメントください。ほんじゃあ、お疲れ様でした。待ってね。うん。抵抗はだいぶ動きが慣れてきたぞ。やっぱ速い武器に関しての耐性は高いな、俺は。なんか、ま、待ちの武器っていうか、受けの武器があんま得意じゃないんだろうな。あれ、なにこれ。